さあ、何か質問ありますか？先生って、よくこう丸く打ってって言うじゃないですか、あれってまっすぐ出して打った方がまっすぐ出そうなのに、なんで丸く打ってって言うんですか？わかりました、いい質問です、そもそもじゃあゴルフのスイングがなぜ円運動しなきゃいけないか説明するね。はい、ジャグル TV 始まるよ。こっちにひっくり返してこっち方向にクラブを動かして、ひっくり返したこっちからこうやってこっち、こっちですか？あ、そうそうそう、はい、でこれ今まっすぐ動かしたけど、これを体の回転で丸くこうやって回ってみて、丸そう、ただクラブが起きてきたでしょ。あ、起きてきました、ベースが、はい、からこうやってこっち方向に動かして、で、でそれはね、今手を持ち上げたけど、このままくるっと体回すとパンと起きる、ほら、あ、起きてきます、起きてくるでしょ、はい。じゃあ逆に今度まっすぐ、もしまっすぐって言ったらこういうことだよね、はい、このまま手の力抜いて体回してみて、すると開いてくるんだよね。あ、開きます。開いてきたよね、はい。だからなんでゴルフのスイングは円運動しなきゃいけないかっていうのは、このクラブの構造的にね、シャフトより先についてるから、ヘッドっていうのはずれてるから、まっすぐ動かすと開くんだわ、はい。だけどいくら開いててもね、これ丸く動くと閉じてくる。ちょっと今ので球打ってみて、なんでそうなるかっていうのは後から構えたら理解します。でこれを体の回転でこのままグリップをくるっとこっちに、くるっとこっちに回す、そうするとクラブがポンと落ちてきます。繰り返しちゃうと、はい、あとでこれはもう物理的にそうなる、そうなる道具、こっちからそれをくるっと自分が回る、そう起きてくるよね、はい、でピッと右肘伸ばしてみて、その時、そうそう、ハーフスイングで球打ちます。バックスイングはそう引くんじゃなくて、はい、逆に閉じて引いて閉じて引くで体が回るです。今の感じでクラブをこっちのヒール方向に動くように自分が回ってみて、こっちです、そう、はい、するとポンと起きてきて球捕まるから、ちょっとハーフスイングで球打ってみて、自分で起こすんじゃなくて、はい、回転で丸く回る、うん、何もしないでパンと打ってたでしょ、はい、トップでクロスしてる人とよりもどっちかってこっちのタイプだけど、はい、フェースを閉じたい気がする。でもこれ体回せば回すほど開いてきちゃう。だから長いクラブパンと振ると右行っちゃったりして、はい、で右行きたくないから頑張って閉じようって今度は力入れるとこっち行く、はい、どちらにしても開こうとするものに逆らって振るスイングになってるわけだけど、はい、今の動きをやるとこのまま自分が円運動するとくるっと向こうに回ると自然に閉じようとしてくるでしょ。はい。そしたら体を鋭くくるっと回せば、はい、回せば回すほど球が捕まる。少し引っかかんないでしょ。全く引っかからないで、気持ちよくない打った感じが。はい。なんか何の力もいらない、回転するだけで。そう、もう何の力もいらない。はい。息する力もいらない。めっちゃ簡単です。まずこの素振りというか、ちょっと交代、ちょっと今の説明をします。はい。スイングってのは円運動です。で、なんで円運動しなきゃいけないかっていうと、そもそもクラブの重心がこうシャフトの先に重心がないから、こう丸くこのグリップは、グリップじゃない、このシャフトをこう円運動させたとするよ。こうやって丸く振ったとします、はい、ただ丸く振ってる間に遠心力でこの重たいからこの先が外回りするわけよ、起きてくる。こっち方向に動かしてって言ったよね、はい、体が回ればこうやって起きてくるけど、このままもし直線運動まっすぐ引くと動かないんだよ、起きない。これが円運動してるから起きる、まっすぐ振ると来てこない。だから体の回転で回らなきゃいけない。だからスイングってのはまず円運動しなきゃいけない、クラブっていうのは球が右に行くからといって閉じよう閉じようと思えば思うほど
閉じ、切り返した時に閉じてれば閉じてるほど、はい、逆に正座開こうとしたで開くから嫌がって閉じたくなって、みんなこう上から振ってる。やっぱりまっすぐ飛ばしたいから、さっきゆりが言ったみたいに、はい、こうなんとなくまっすぐ向けてまっすぐ当てたい。クラブでできるだけインパクトゾーンがこうまっすぐ長くなんて思いやすいんだけど、はい、それはあの物理的にはうまくいかない。それはこの道具のせい。このたったこんだけの距離なんだけど、この重心からずれてるものをうまく遠心力で起こしてる。はい。まあ、それが発生させるために条件が、まずダウンでフェースが閉じてくるんじゃなくて、全くこのお尻方向のとんでもない方向に動き始めること。はい、あとは自分がしっかり回ること、はい。で、自分の方を引きつけるっていうのは基本的には、もうめちゃくちゃ捕まえたかったり、仕込みたかったりしたらやってもいいけど、基本的にはこのまま水平に振る。はい、腕が、前も言ったふの字に振るじゃないけど、水平に振る。はい、このまま。これがお辞儀して運動になるとクラブが起きてくるから、はい、自然にターンして球が捕まってきます、はい、だからスイングっていうのは円運動、丸く振らなきゃいけないのはこの道具のせい、心力で先を起こしていきたいから回ります、はい、いいですか。そこでまたバックスイングも今の、はい、切り返してダウンスイングの初期にこのヒール方向にクラブを動かしたいから、はい、ドリルでよく言ってる閉じて引いて、はい、こうするとほら一回こっちに動くじゃん、はい、でフェースがとんでもない方向に向いてる気がするんだね、はい、嘘みたいな、はい、開いてあったりそうじゃんね、はい、でもこういう形だからこそ回ればちゃんと閉じるから、うん、こうなってる方が開くってこと、はい、はい、打つときに、そう、打つときにインパクトで、うん、まあ、ちょっと意識して、まあ、今の素振りやって、はい、くるんと、から腕とか手も脱力してないと、はい、たったそんだけの重心なんだけど、その小さな重心で起きてくるものを感じれないし、はい、でそもそもまあ小屈背屈っていうこの形なんだけど、はい、今の手ひっくり返して回ると分かるけど、勝手に小屈するんだよね。実は無理しなくてもそのまま回っていくと手首ってこう背屈しない。今のこれやった時に回りながらね、はい、こうならないんで、こっちの方がしんどいでしょ。あ、右手がしんどいからこうなってるとこうなるの、はい、ただ自然にこの形にもなってる。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、質問にあった、こう、まっすぐ動かした方が、ベースをずっと目標に向けて打った方がね、いいような気がしますが、実際は、クラブの構造的に、円運動、遠心力で、ベースが起きてくるっていう、はい、その現象がある。まあ、開いた感じしたよね。しました。で、打ってみると、インサイドから入ってきて、2からいいドローボールも打てるし、ハンドパークになるし、はい、こう自然に、物理的に起こるものをうまく利用して、スイングしたい。それが一番、怪我もしないし、距離も出るし、安定もするし。はい。まあ、これで切り返してね、ゆりシャフトがちょっとクロスしたり、こう力が入って引っかかったり。はい。でもそれも長いクラブが右にバンとこうプッシュすることがあるから、余計にまた左に引っ張ってしまう。はい。っていうところもあると思うんで、まあ、この練習をちょっとやっていって、はい。見てください。はい。はい。わかりました。はい。それではありがとうございました。ありがとうございました。